ってのは、やっぱりまずフットワークが左右上下に使えたことですね。花澤選手からベルトを確実に奪うこと、これ目標ですね。試合終わってからの今のお気持ちはいかがでしょうか。そうですね、まずは今回のフットワークを使うこと、あとはむちゃくちゃな試合にならないこと、特に女子は組んでからのが多いので、そのことをまず修正してきてっていう形で今回臨ませていただきました。戦ってみて、エミ選手印象いかがだったでしょうか。まあ、前回大原選手が戦っていた動画を見せていただいて、まあ、そのままだったのかなっていう感じですかね。今回は3ラウンド目でダウンを取って判定勝ちという形になりましたが、試合全体を見て良かった点、悪かった点ありましたか、教えてください。良かった点は、やっぱりまずフットワークが左右上下に使えたことですね。まあ、悪い点はやっぱりいっぱいあるんですけど、クリンチになってから修正点と、あとは集中力が最後ちょっと切れてしまったので、ま、た精神力的にちょっと弱いのかなと思いましたね。フライ級で、まあ、今のところ、負けなしという形になりますけど、今後の目標を教えてください。そうですね、もうこれからはちょっと上の選手たちとやっていきたいなっていうのがあるので、まあ、最終的には真田選手からベルトを確実に奪うこと、これ目標ですね。目標というか、もうこれは自分の中では決めてることですね。皆さん今日はありがとうございました。まだまだちょっと調子の試合っていう感じなんですけど、まあ、男子にも負けずにパワー、技術、精神力ともに向上して、また次にご飯をもらえるようにやっていきたいと思います。ありがとうございました。